さん、はい、鳥の木からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは燃えれ沼芸術花火開催委員会学生部代表の磯ゆいかさんです。磯ゆいかです。はい、よろしくお願いします。お願いします。いよいよ花火大会が近づいてきて、準備も大変な時期じゃないですか。はい、もう結構そうですね、1ヶ月を切ろうとしてます、うん、そろそろ。そうなんです、はい、どの花火大会と言いますと、はい、こちらでございますね。はい、こちらじゃん、ご紹介お願いします。はい、9月20日に燃えれ沼芸術花火2014開催になります、うん、はい。尺玉といって、15玉の大きい花火大花火が空から、うん、綺麗に見える、はい、燃えれ沼公園も綺麗な公園で、はい、花火と公園とこう一緒くたの臨場感あふれる花火大会になってます、うん、ぜひ皆さん来てください、はい、この15玉っていうのが、はい、かつて札幌で上がったことのない大きさなんだそうでね。はい、よくというか豊平川の花火大会とかで、うん、5号玉6号玉の花火が結構上がるんですけど、それの 3,4 倍の大きさなので、はい、本当にもう音も楽しんでもらいながら、まあ、目で色だったり、あとはもう振動も体でも楽しんでもらえると思います。5号玉が10号玉って、5号が10号になると倍じゃないんだ、もっと大きいんだ。大きいですね。あ、そうなんですね。とにかく私札幌の、札幌でしか花火見たことない人にとっては見たことのない大きさの花火が夜空に広がるということですから、はい、これ楽しみに、そして光と音と、はいはい、もうバッチリ皆さんをこう幻想的なドラマティックな世界に連れて行ってくれますので、ぜひぜひ、はい、来てください。楽しみいただきたいと思います、はい、さあ、そんな燃える沼の花火大会でね、学生さんがたくさん、ボランティアをされます。その中の、代表、学生部代表の磯さん、はい、磯さんってどんな人というところを今日も3つのキーワードで伺ってまいります、はい、今日ご用意いたしました3つのキーワード、こちらでございます。じゃんじゃん。バスケ一色の青春だった。福島の子どもたちを札幌へ受け入れた。多くの人と語り成長できたと思う。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。お願いします。はじめにですね、磯さん、なんかもう本当に体育会系、はい、子どもの頃からね、はい、バスケ一色だったんですって。そうなんですか。はい、小学校3年生からミニバスケットから。あ、そうです、はい、ミニバスからずっと10年間ですね、バスケットばっかりやってました。もうかなり本当にね、マジバスケ一色だったらしいんです。中学の時にはもうキャプテンもして、はい、ね、小学校もそうですね、6年生の時にキャプテンさせてもらって、そこでかなりリーダーシップみたいなのが取れるようになりました、うんうん、だろうと思う。見るからにそうだけれども、本当にそのエピソードを聞いて納得しますけれども、はい、ちょっと高校時代の話を教えていただきたいですね。あ、はいはい、高校は本当にちょっと強いチームにいたので、はい、1年生2年生はもうただただもうユニフォームもらって試合に出るのを頑張ってこう毎日毎日練習に取り組んでたんですけど、本当に2年生の時にすごく怪我が、うん、膝の怪我が多くて、でそれで、まあ、自分がチームの中でもっと貢献できることが他にもあるんじゃないかなってちょっと悩んだりもしたんですけど、うん、でちょうど高校3年生になる時に、うん、マネージャーの方に役職を変えてチームの方で貢献させてもらいました、はい、いや私もずっとバスケやってたからすごくなんか胸の痛い故障があるとね、はい、うん、だけどやっぱりそれだけ高校生になるともうチームも強いから。そうですね、そういう風になっちゃうんだね、はい、それでもマネージャーはマネージャーで大事なお仕事ですからね。そうですね、本当にマネージャーになってからも大忙しで、はい、毎日追われてました。そうなんです、頑張ってました。そしてもう本当に札幌で強豪校に強豪校でバスケをしておりましたので、もう常に全国とか、そうです ね、バスケで進学とかそういうことを見て過ごしてたんですよね、はい、はい、なので本当にもう
本当だったら東京とか、うん、本当に地方の強いバスケットの強い大学のマネージャーで、うん、どっか進学できたらなって、うん、そういう先輩もいたそうなんです、はい、マネージャーで就職したとかね、進学したとかね、はい、なので考えてたんですけど、うん、なぜかやっぱり勝負というものは難しいもので、うん、1点差で負けてしまう試合だったり、そうね、本当にもうブザーとともにシュートを決められてしまうっていう大会が私の学年はすごく多くて、でなんかこう惜しくもやっぱり大学のこう推薦もらうために監督に見てもらうっていう機会がすっごい少なかったんですよね、うん、なので本当に自分が本当は、春休みちょうど卒業する間際にバスケットが終わるはずだ予定だったんですけど、うんうん、本当にもう終わったのが秋だったので、うん、いきなりバスケットっていうものがパタンとなくなってから、うんうん、自分は何になりたいんだってこう、うん、何をしてきたんだろうってこう、うん、唖然としちゃった時期があって、うん、はい、本当に自分は何をしたいのかなってそこから初めて進路について考えるようになりました、もうそれだけバスケ一色で来たっていうのは証拠というかのエピソードだなっていうふうに思います。バスケで進学できないとなったら本当自分はじゃあ何やったらいいのと、そうですね、バスケ以外でどうしたらいいのみたいな、そういう途方に暮れたこともあったんですけれども、教育の方に進まれたんですもんね。はい、うん、なんかずっとこう何か人に伝えたりとか、やっぱりその部活中だったりしても、うん、後輩に何かをこう残していくとかっていうのはすごく大事なことだと思ってたので、はい、何かこう教育に関わる進路で進みたいなと思った時に、うん、保育科の方に進もうと決めました、うん、はい、そうなんです。それで国際大学の短大の方最初ね、はい、そういうこう何科だっけ、子供し、あ、幼児教育保育学科っていう短大の方に、はいはい、進みました。はい、はい、そこの、短大に進みまして、今のこのボランティアのね、お仕事をするようになったきっかけの出来事がありますので、ではそのあたりを2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです、じゃん。